綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、はい、こんにちは。こんにちは。自己紹介をしたらお願いします。中谷すずねです。伊藤環奈です。お願いします。今日は、千葉県にあるグレンオークスカントリークラブにやってきてます。グレンオークスカントリーといえばリンゴルフアレンジマッチプレー対決で、いつもはちょっとラウンドやってから対決だったんですけど、ちょっと今日は少し雨模様で、今回ちょっと内容を変えまして、前半はお二人の練習をちょっと見させていただいて、で後半対決をしたいなと思ってます。はい、はい、はい、じゃあ最初はスズネッチから、はい、はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。一カゴ何球ぐらい入ってるんでしたっけ？24球とか25球とかでしたっけ？30じゃない、これ30、あーっとそこ19入ります。詳しい詳しすぎ、あ、30球ですね。試合の時とかもだいたい一カゴが そのぐらいが多いんですか？決まってたりもしますね。だいたい20球から30球ぐらいですね。そしたら今日は、対決前って形で、はい、その一カゴ30球ぐらいを、選手の2人はどう使って練習するのかっていうのを、はい、はい、見たい、個人的にちょっと見たいっていうのがあってはい、いろいろ、はい、お願いします。私は朝の練習は、普通に体を温めるっていうか、もう動かす、なんか自分がどういう状況なんだろうみたいなのを確かめるためにやるっていう感じなんですけどなんでも基本的にはなんかこう、あ、どっち行ったじゃなくて、あ、今日はこんな感じなんだなっていうのを見るためにって思って朝練習来てますで、最初アプローチ、ただちょっとこう目標物があんまり少ないんであれなんですけど、この緑の先のぐらいになって、この振り幅でどこまで行くかなっていうのを行きたいところから確かめて、振り幅でどれぐらいかなみたいな感じ。あれですか、振り幅でそのイメージと合ってたら次に行っちゃうみたいな感じですか？そんな感じです。この肩から肩までだったら今日これぐらいだなとか、ちょっと今日は当たりやすい傾向があるんだなとか、そういうのを結構見たりしてます。前は1時間半前ぐらいに来て受付したりして練習場に行く方が多いんですけど、なんだろう、それは人によって違う。結構ギリギリに来る人もいれば3時間前ぐらいからすごい早くからやってる人もいるんで、私はだいたい1時間半前ぐらいに練習来てます。当たり薄いなって時は連続素振りとかして、体を温めます結構体が動いてないと当たりが、アプローチは10球、今日30球あるので10球ぐらいやって、アイアン12、3球、ドライバーは大体5、6球やればいいかなって感じで。
練習で使うクラブってどれを使うんですか、こういう時って。私は、58度、まあ、サンドウェッジとピッチングと7番とあとこれ5番ウッドとドライバー、だいたいこれ持っていきます、ね、進んでいきます。なんか練習場結構いろんなとこ狙って練習するのもやるんですけど、まあ朝はフレッとどういう状況か見たいっていう感じなんで、あんまりなんかこっちの右の方だけ狙うとか左の方だけ狙うとかじゃなくて、本当にマットにまっすぐのまんま練習するように最近してます前までいろんなとこ狙ってやってたんですけど、結構合わせちゃう癖があるんで、最近はマットにまっすぐ。ピッチングもあれですか、あの何発打つっていうよりも、はい、うーん、なんかこうイメージが合えば終わりみたいな感じなんですか。じゃあそうですね、イメージ合えばいいかなっていう感じで、あとはそうですね、あの体を動かすって感じ。今日寒いしね。寒いです。どうですか、ここまでは同じ感じの流れですか。まあでもそんな感じですよね、うん、私も結構小さい番手から打ってくんで、ちっちゃいのからどんどんやってって大きいのにして体温めて振れるようにしてみたいな、私もそんな流れでいきます大体。アイアン練習してるんですけど、試合で私あんまり飛ばないんで、ウッドばっかりなんでアイアンはちょっと今回はあと2キーぐらいにします。あとはフェアウェット練習して、アナちゃんめっちゃうまいんでそんなことないよ。ちょっとこれからカンナちゃんのショットを初めて見るんですけど、飛距離は結構変わるんですか。カンナちゃんはちょっと言うけど、なんかそんなにすごい30ヤードとか20ヤードは、ね、ちょっとちっちゃいもの同士なんで結構プレースタイルは似てる。似てる、うん、ね、かなり似てるよね。そうだと思います。チームチビ、チームチビ。身長何センチですか。151。ちょっと勝った。155です。でもね、鈴ネッチの方がちっちゃく見えるよ。え、なんでですか。なんで。アライメントが、ちょっとやります。まあ、どうしても球数が制限があるから練習しときたい。そうですね、やつにあれだよね、うん、よりよね。やっぱりちょっと距離長いコースとかだとどうしてもことになっちゃうんで、うん、その時のあれか、どれを使うだろうみたいな感じでやりますね。今日なんか特に雨午前中めっちゃ降ったじゃないですか。だからランが出ないんですよ、べちゃって。あー、そっか。私たち飛ばない人たちにとっては結構それきついんで。あー、今日はね、だからウッドの予感するよね。なるほどね。寒いし雨で地面ね、抜かるんでラン出ないし。それはそうか、そういうことか。
今日は鬱陶の戦いですよ。今日はこれやったらしいです。でも練習場なんで気にしません。忘れる力も大事ですね。グレオックス回ったことありますか？あるある。何回か。アウトって左ドッグからです。そう、あれティーショットむずいよね。あそこ難しいですよね。何回もここそう利用してるから初っ端むずいですよね。左行っちゃうと狙えないですもんね。狙いどこ、フェアウェイとか5ヤードぐらいに見える幅が、ね、私も5ヤードぐらいに。アマチュアの人ってどうやって練習場やってるんだろう、逆に気になりますなんかドライバー当たるかなとかそういう思いなのか。僕は最近はでも結構この選手の練習風景とか見させてもらってちょっと変わってきたんですけど、見る前まではもう7番とドライバーでドライバーめっちゃ多かったです。あ、そうなんですか。朝一はドライバーですね。イメージが全然合わないんですよ、 あっちこっちって。よし、ドライバー行こう。私は大体体がこう開いてる範囲で、あ、今日はこういう感じなんだなって。今日はね、コースではちょっと体開くのを抑えて打ちたいなとかそういう感じで思って、コースではもうあんまり考えられないスイングは。まだ足りないですね。まあ、出てみたら変わるかもしれない。まあ今日はこんな感じっていうのを確かめていきます。なるほど。ありがとうございました。ありがとうございました。まあこんな感じで、あのスズネッチの対決前の、はい、まあ、一カゴどう使うかっていうのを、はいはい、ちょっと見させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、で、まあ、この後あの対決に移るんですけど、はい、対戦選手の印象と、はい、本日の意気込みをお願いします。後ろにいるんですけど。そうです、ね、後ろで可愛いかなちゃんが。でもかなちゃん先輩なんですけど、なんかもうプレイスタイルは多分すごい似てると思うんですけど、もう技術すごいあるかなちゃんなんで、まあでもその中でもやっぱり自分のゴルフできたらいいなって思います。かなちゃんはなんかこう本当に性格っていうか、なんかなんて言うんだろう、狙ったとこに打つっていう感じで、アプローチパターンも上手いんで、まあ、その中でもう私もアプローチパター頑張ってちょっとでも勝機があればいいなって思います。はい、思
張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ皆さん、スズネッチの応援をよろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。